中国のサッカーリーリグなんで衰退したかサウジと中国リーグは何が違うかというと、プレミアリーグがサウジとイングランドを1つずつできるみたいなね。今のままだともう日本なんて相手にならなくなるでしょうね。中国のサッカーリーグ、なんで衰退したかみたいな。サウジと中国リーグは何が違うかというと、サウジは原油があって、それが元になってお金を作ってるけど、中国の場合は銀行からお金貸した上でそれを運用しようとしたときに国の締め付け厳しくなって、運用するお金がなくなってって感じだから。 サウジ場合国の方針が変わったらお金なくなってあるけど、まあ原油出てる限りは同じような感じになる。で、原油石油ビジネスに変わって国の一つの産業にするために今スポーツに力を入れてる可能性が高い。自分が選手だったら何重要視するかなみたいなのはね、だってテペスが言ってたよね、中国行った時めちゃくちゃ言われたけど、もう家族15人全員裕福にさせるんだったらチェルシーに行く判断間違ってなかったみたいな。あとサウジって とかっってて税制どううなってんだろうねだから各国の税制とかね、だって日本すごいからね、どうなんだろう他の知らないけど、こんなに取られるんだってぐらい取られますからね、僕とかの稼ぎでも。もそれで言うと、サッカー選手なんてね、だって、メッシとかさ、ロナウドとかさ、あのー、脱税とかいうの時々て、時出てくるじゃん。でも、脱税って言っても200何十億は納めてるみたいな。まだ納めなきゃいけないんだ、みたいなさ。 サウジ所得税ないんです。いや、それでかいよ。所得税ないの。サウジ行こうかもう。<laughs> アルシュアーボンなろうかな。所得税なしはでかいな。あれもっと行かないとじゃあ選手たち。スペイン所得税48億。いや、そりゃいい、行かないよな。 所得税なし。それで回るんだ。だって日本も昔は消費税なかったからね。だって俺子供の頃3%とかよ。所得税ないんだったらみんな行くよね、サウジ。サウジ学費、医療費全てゼロ。いや、夢の国じゃん。皇太し怖い以外、夢の国じゃん。<laughs> そうだよね。ネイマールも行ったしな。 いや、やっぱサウジ出てきてね、ちょっとヨーロッパの移籍地は盛り上がりにくくなりますよね。どうなんだろうね、こっから。だからプレミアリーグが2つできるみたいな感じになってくるかもね。イングランドのプレミアリーグと、サウジアラビアのプレミアリーグみたいな。今のところそういう感じっすね。でもしかしたら FFP とかそっちのサウジの方のリーグにはさ、ないからより一層バンバンね。一応だって、無法地帯じゃないけど、金いくらでも使っていいリーグだからね。 で、それで、そっちのレベルがさ、もう、相対的に高くなったら、サウジの方がレベル高いし、サウジの方が金もらえるって言ったら、みんなそっち行くじゃん。で、最初は世知辛いとか言うけどね、結果みんなそれ見るしね。ニューカッスルとかそうっすよね。サウジっていう国自体が、ね、国際情勢的な話あるから、そニューカッスル、サウジが買収するんだって、わだこうと言われてたけど、今はニューカッスルがめっちゃ強くなってきてプレミア盛り上げてたら、ニューカッスル好きな人どんどん増えてってるしね。今のままだともう日本なんて相手になんなくなるんでしょうね。 だって、めちゃくちゃさ、戦術的にさ、詰めてもさ、例えばパリサンジェルマンのさ、メッシとエンバペとネイマールがさ、めちゃくちゃ調子良かった時なんかさ、マドリーでもシティでもどっちもボール握られてたじゃん、パリサンジェルマンに。そういうことなんですよ。人の質なんですよね、結局そこって。で、その人の質のところに配置とか、チームとしての動き方みたいに決まってるともう無双できるんですよね。ていうかさ、去年よりさ、遺跡史上の盛り上がりというか、話題ないなっていうふうに、 どうしようって思う頻度が増えてるかにして、やっぱそれサウジのせいだよね。サウジがすげえ金出せるから、他が撤退しやすくなってるよね。だって本来サウジが出てきてなかったらクリバリとかもヨーロッパに残ってるじゃん。仕方ないことなんだけどね。あのサウジ行ってる勢がヨーロッパで、例えばベンゼマがね、ラリー、マドリーからサウジにまだ1年行かないでプレミア行きますとかさ。 メッシがセリア行きますとかさ。まあまあ、ベンゼマセリアでもいいよね。別にミラン行きますとかさ。そういうのあったらめっちゃ盛り上がって今日の話題とかになるけど、サウジ行っちゃったらね、ああ、そうなんだ、みたいな。まあ最後にベテランお金稼ぎたいよな、みたいな感じだからね。それぞれの人生だからしょうがないけど、ちょっと、あれですね。この遺跡史上を追う側としては、まあ寂しいし盛り上がらないのは当然ですよね。 国が金出しちゃダメって言うけどさ、その国がしっかり金、その線引き難しいじゃん。国営の企業がさ、どこの線引きでじゃあこういう企業はサッカービジネスに入ってきちゃダメですみたいな。でも国とつながりある企業なんて普通の民間の企業でもあるから、国からのそういう何事業を受け負ってて、それで儲かった企業がサッカーにやってたら、それって国の金使ってるっていう,うに言えるじゃん。 なあと国と全く接点がない企業だけサッカーが入ってきてくださいっつったら盛り上がんないしね。それじゃサウジ所得税ないのいや決心にもサウジからおはきた。そうだからね、しょうがないよな、ね、それはな。サウジキッカードゲームでいう除外感、うん いや、非課税なら行くだってクリバリが言ってましたもんね。もう一族がご,ご飯食べさせられるから行くみたいな。で、そのお金でね、スクール開いて若者たちにみたいな。アフリカのね、スター選手っマネとかもそうだけどさ、そういうふうに、ね、あのー、方針を育てるみたいな、そういうお金の使い方するからさ、まあ、それ普通に立派だと思うしな。昔一世界一のリーグだったのに、今サウジリーグだなってなっちゃったけど、正直、 セリアの時代、ラリーガーの時代見てて、今プレミアの時代だなってなってところから、ああ、今後サウジの時代なんだ、みたいな。これが J リーグまで来たらいいけどね、正直それが絵見えない以上、あじゃあもうサウジに、なんなら全部行ってもらった方が、みたいな。ってなるよね。AFC で対戦できるからメリット。ああ、確かにそうだよね。むしろメリットの方があるね、そう考えると。そうだ、今過渡期だから、過渡期というか過渡期の始まりみたいな。エンバペ・ハーランドが、あの、アルヒラルに、 とか、ね、アルナスルとか、なんかそういうところにね、行ったら、もう本当に、あ、時代変わったんだなってなるよね。ビニシウスとかさ。サウジがリーグワン超えるみたいなことってあると思いますかあとは自国の選手たちの育ち方ですね。ビッグネーム連れてくるだけなのか、J リーグだってね、最初、ジーコ来たりとかあったじゃないですか。そういう感じでね、リーグの、 盛り上げ役と、そこから、それが火付け役になって、どんどん次の文化が出てきてっていう。中国はそうなんなかった、みたいな感じですからね。あとはニューカッスルが隣に取らなとって、あれは本当なんかね、ルベン・レベスが一回、サウジの垂れつけてもこっち戻ってくるっていうか。あと、チェルシーがね、めちゃくちゃ売れてるじゃん。なんか、いい感じにというか、ちゃんと、ロッカールームの整理っていう別に出てく選手が悪いっていう意味じゃなくてさ。この間、生配信で教えてくれた人がいる。 ソトボーリーがサウジのそっちのに絡んでるから買えるみたいなさ。プレミアリーグはチェルシーがサウジ関連の書類提出して問題ないって話です。全体の給料の25%カットしてサウジに売った額もあってなんとか整理してます。あ、そうなんだ。新しく来た選手とかさ、けこの間契約したばっかりなの急に給料削れって言われてどんな感じなんだろうね。僕はサウジに選手が流れるのは、ね、正直あんま っていうか結構サッカー界全体に結構何も思わないっていうか現象として見てますね。ここがこういういいサッカーしてってとか、起きてることから学べることは探すんだけど、起きてることに対する感情っていうのはあんまり意味ないかなって思ってるんですよね。遠く行っちゃうみたいなことじゃん。サウジ行くっていうの。それに対して普通悲しいとかあるのは普通なのはわかるんだけど、実際に自分がね、 ヨーロッパサッカーに携わってるかっていうと、それをね、みんなと話してるのは楽しかったりとか、それに需要があるから話してるだけで、サウジ行った、あ、ってことはサウジにはお金あるんだとかあ、サウジがそういう風に、もう国ぐるみでサッカーを盛り上げようとしてんだなとかで、結局はお金だよな。アルヒラルや一回ルベン・レベス取ってローンでもしかしたら入荷数出すしかない。あ、そういうスキームあるんだとか、自分に使えるところでは考えるけど、歴史とか見てるの一緒かな。織田信長が本能寺の変で、 例えば、明智光秀に裏切られたっていうのを、例えば見たとして、多分泣いてる人は誰もいないと思うんだよね、今話聞いてて。あの信長がってなんだよ。その感じと一緒で、あ,あんだけずっと自分のこと支えてくれた家臣が急に裏切るってことは、まあ、それだけのことしたんだろうし、やっぱり一番近くにいて自分のことを、もう百味方だって思ってる人も、やっぱどっかの歯車の食い違いでいきなり裏切ったりとかするから、やっぱ部下のことは大事にしなきゃいけないよな、みたいな、そう。だから、 これもちゃんとやんなきゃな、みたいな風に僕は考えるんですよ、歴史を見てる時だから年号とか全然覚えられないんだけど。本能寺も1583だっけ、6だっけぐらいの感じなんだけど、それと一緒で、ああ、サウジ行くんだ、で、その、例えばロナウドサウジ行っちゃうとか、メシアアメリカ行っちゃうで、悲しんだら落ち込んでる人を否定してるわけじゃんよ。でもそういう現象が起きた時に、ああ、この時期にこういう風に行く。でも、ロナウドワンチャン戻ってきそうだな、とか、そう。実際にイブラとか一回ヨーロッパから離れても戻ってきてよかったしな、みたいな。 っていうのと一緒でその現象から今後の自分に使えるものだったり今の自分に使えるものを探すって感じですね。<music>